よいしょ。はい、どうも、マークリーでございます。ね、この下、実は警告になっていたので、ちょっと脇通しが甘くてですね、モンスターの声がいっぱいしてたので、ちょっと退治しておりました。今日はですね、ここに家を建てていきたいと思います。家を建ててですね、村人を招き入れたいと思います。ちょっとね、準備してから、皆様に、おかしいな。はぁ、シェア。ということでですね、今、ありったけの木材を持ってきたんですが、全然足らないので、裏技使いに行きましょう。それではね、久々でもないけど、スケルトン工場の方行きましょう。はい、到着いたしました。ご覧ください。いい感じっすね。あ、はしご持ってくるんだった。作るか。はい、こちらがスケルトン工場でございます。ですね、ここからスケルトンさんが上がってきて、落ちてくるというね、様子を、こちらで、あ、いらっしゃいましたね。いらっしゃいました。こちら見ておりますね。さよなら。はい、というわけでね、スケルトン工場からお送りしておりますが、しばらくちょっと骨が溜まるのを待つのにですね、コメントをご紹介したいと思います。まず一つ目、毎回見てます。いろんなマイクラ実況を見てますが、一番好きです。毎日更新頑張ってください。これを聞くとね、やる気が出てきましたよ。がぜんやる気が出てきました。ありがとうございます。続きまして、マグニーのバグクラともおさらがですね、これ前回のね、動画、この、ちょっと出しておきますけれども、ネザーゲートについて研究してたんですよ。で、変なとこから出まくりでですね、サムネイルでもね、出したんですけどもね、黒曜石いっぱいあるよゾーンができちゃうぐらいにね、ちょっとおかしな状況になっておりました。これがね、バグかと思っている方結構いらっしゃったようでですね、コメントにもたくさんそういったことをいただきました。問い合わせとかですね。なので、バグではないということが分かっただけでもね、今回良かったですね。もう一つコメント。これ先に見ていてよかった。見てないとただのバグだと思ってパニックってた。これ、ね、私のブラザーからのコメントなんですけれどもね、やはりね、みんなバグだと思っていたようです。今回ね、ネザーゲートの解明に、力になれたようでよかったでございます。皆様もぜひ、ご参考にしてみてください。よいしょ。はい、それではね、ちょっとしばらく待ったんですが、まだね、そこまでね、時間がかかりそうな気がしてきた。収録がね、溜めときゃよかったんですけどね。ちょっと時間がかかりそうなので、帰ります。使えそうなやついっぱいあるでしょ?この辺も持って行っておきましょう。はしごでしょ?フェンス。お、もう夜だ。スケルトンのところでちょっと時間食ってしまいましたね。この辺からね、たまにスポーンするんでね、その辺も考慮してやりたいと思います。やっぱり出入り口付近の方がいいんで、あそこから出入りすればいいのか。人参のところから。じゃあ、この辺にですね、チェスト設置して、工事をやりやすくしていきましょう。それではね、木材を集めたいと思います。このために用意した、この、ダイヤローなんでね、早速やっていきましょう。ここどうだ?これは松だから、ダークオークおしゃれですよね。ダークオークちょっと取っていきましょうか。ダークオーク買ってると、匠さんにやられました。はい、ダークオークをね、とりあえず今、ありったけの部分ね、カットいたしました。とりあえず、教文はこれぐらいで多分足りると思うんで、建築の方やっていきましょう。ちょっと今ある、骨粉を使って、ありったけの、やつ作りましょう。全然作れないですね。骨粉が全然足りてない感じですね、これ。とりあえず、ありったけ木材に変えとくかな。ちょっとだけまあ置いとこうか。これぐらい置いといて。
木材ありったけばいい、いろんな種類の木材あるけど持ってって、丸石も使って、とりあえず枠組みといきましょう。設計図ご覧ください。ダン！すごい。即席で作ったやつ。店が3つで、店2つにオレンジ、そしてあと隙間あるんですけれども、そこの一角か2角ぐらいをですね、多分、ちょっと突き出てる右側の方にすると思うんですけども、畑にしまして、農民さんを活躍させようかなっていうふうに、考えております。で、下の3つがね、移住区ということで、やっていこうと思っております。ここにもね、ベッド引いておきましょう。おやすみ。まずね、店を作っていきたいので、その前に道作りますかね。道。石でなんか作れるのかな。あ、いいね。これだろう。これだろう。まず何よりも、道を掘ることから始めましょう。今日家建てれるかな。収録の都合上は結構まずい感じになってきてる。時間的にね。設計図にはね、ちょっとここから道が始まる予定地となっていますので、ちょっと掘っていくかね。ちゃんと作っていくかね。いきますよ。この辺下ちょっと危険なんですよね。ほらほらほら、危険、危険地域。でこっちどこまで掘れるかな。あの入り口まではちゃんと。じゃあ、つうわけで石レンガ埋めていきまーす。危険だけどね。いいですね。ちょっとこの辺を土に変えとこうかな。よし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 。この辺も本来はね、土に変えておきたいところですよね。で、もう一つね、道をとりあえず整備していくので、向こう側に伸ばしましょうかね。はい、ここまで来るとあれなんで、ここも出入り口にしときたいな。なんとなく。フェンス今持ってないな。まあいいや、後にしよう。それは後でいい。よーし。こっち側も整備完了でございますね。そういたしますと、このままの感じで向こうに伸ばすっていうことに、一応設計図上ではなってんですが、このマス目のことも考えないといけないからね、設計図のね、幅がね、あまりにも雑すぎるからですね。まあいいや。こっち側の道はですね、家作ってからにしますね。ここはもうこれで多分大丈夫だと思うから。よーし、とりあえずじゃあ家建ててっかな。土台となる場所、まあ床も全部ね、木材でやりたいと思ってますから、ちょっと1マスぐらい開けといて、まあ奥行きはね、ギリギリ、おっ！びっくりした。死んだかと思っちゃった。あそこ、どこ？ああ、そうか。あそこか。自己解決。はい、この幅でですね、焦点ということで、床は石レンガでいこう。入り口はここで、まあ、吹き抜けの感じにして、高さはまあそこまでいらないけど、とりあえず立てていこう。屋根をつけましょう。屋根をちょっと色変えようかな。こういうことか。なるほど。なるほどね。こんな感じですよね。これ下付きになってるかなってかないかの確認は、なんか、松明設けるかどうか確認。あ、置かれへん。よし、下付きや。ってことは、誰もスポーンせえへんってことですね、ここには。はい、こんな感じになりましたよ。で、奥の方にも、
こうしとこうかな。とりあえずですよ。で、カウンターですね。カウンターを作る。カウンター。村人でも超えられる。超えれたら困るよね。その辺の都合がわからんわ。これ村人超えれるでしょ。超えれたらまずいもんね。超えれたらまずいよね。つうわけで、下突き。二段目の下突き。超えられんな。よし。これでカウンターで。いや、なんか目線高いような気がするな。どうしたらいいんやろ。一段下げたらいいのか。ということで、この三つを、はい、ね。この場所を下突きのレンガブロックで、うわー、気持ち悪い、ここ。はい、こんな感じで下げておけば、下げておけば、ここの上付きでも多分、ここからは越えられへんでしょ？よっしゃー！これでいい感じのカウンターテーブルができたぞ。と。いいね、いいね。はい、いらっしゃいませ。村人さん、ここに入ったらもう出られへんっていうね。で、ちょっと、目線が低い感じはするけども、はい、いい感じです。あとはね、家具等をここに設置していけばいいのかな。ここはですね、見てわかるかな？なんとなくこう、武器とか、防具とか、そんな雰囲気しませんかね。ちょっと、身長というか、店の高さ高すぎましたね。ね、屋根をちょっと寂しいので、前の方もつけていきたいと思います。はい、とりあえず一軒目どうですか。武器屋と防具屋みたいな人をね、入れてやっていきたいと思うんですよ。ということはですね、あれ作ろう、あれ作ろう。多分これで合ってたと思うんですけどね。おっしゃ !1234567890。作っとこう。ね、できるだけ作っとこう。やはり飾るのは金が一番ベストでしょ。で、こうでしょ。で、ほら、かっこいい。かっこいい。で、看板つけようか。ここに。よし。看板作れ。これ日本語入れられたかな？入れられたら嬉しいな。無理か。ああ。ね、武器屋。防具屋。防具屋。ここは、武器屋。あとは村人連れてくるだけですね。とりあえずね、こんな感じで店をね、3つぐらい作っていこうと思っております。最後にね、ちょっとガラス、窓だけつけて終わりたいと思います。で、どんなポジションにつけようかな。ね、これでいいでしょ。もう4つ吹き抜けしときましょうか、もう。ガバッと吹き抜けしときましょうか。ね、どうだい？また開放感が増しただろう。で、どこからどう見ても、バランスが取れてるだろう。多分。もう一個上投げた方がいいか。いやー、てか窓作りすぎか。はい。というわけでね、皆様、また何か提案、案等あればですね、ぜひ、頂戴くださいませ。しばらくはね、店作りになると思いますから、店作り&、そうですね、店作りの後に私の家を作って、で、田んぼ作って、農民の家っぽいのを作って、移住区をこの辺に作っていきたいと思っております。わー、まだいるな。音がするぞ。これ下にいるんですよ。これ、スケルトンがね。はい、まあ、というわけで、本日はこの辺で終わりたいと思います。はい、それではね、一段足していきまーす。はい、というわけで本日もご覧いただきまして誠にありがとうございます。ね、村人増殖からの村づくりシリーズ第4弾でございますね。マグクラとしては72回目になります。本当にいつもありがとうございます。今後ともね、前半でご紹介させていただいたようなね、コメントをいただくと私ももっと頑張れると思いますので、皆様コメントをどしどしください。よろしくお願いいたします。というわけでね、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。いきます。バヨヨもうこれ飽きましたね、そうそうね。なんかまた違うの考えます。じゃあねー。よいしょ。